こんにちは、恋家事 TV の小池です。梶川です。6月27日に勝つのは俺たちメルディだということね。2月23日勝ちます 100%。 リーグの再開が決まりました。しゃー、やっと決まった。待ちに待った、ね、めちゃくちゃ待った。こんなに待ったことはなかった。再開日程決まりましたね。決まったね。いやー、話にはまあ聞いてましたけど、まあね、なんか改めてこう日付とかを見ると、いや、これは結構やばいな。まあいまだかつてないタイトなスケジュールには。そうですね。で5連戦やって1週空いてて、その1週空いても普通のサイクルっていうか、週1回の週だけで、はい、っていうのを見て、いや、これはほんまに今年はタフな戦いになるなって思いましたね。どう？コンディション的には。そうですね。まあ中断期間あって、僕らの地域で言うとそこまで人数的には多くなかったんで、まあ、再開も少し早かったかなと思いますし、あとはまあ自主トレ期間もこうある程度、動いてたんで、まあ、もちろん最初はきつかったですけど、今はいい感じで動けてるんで、まあ、逆にこう特に暑くなってきてなんかしんどいなって改めて、まあ嬉しいこの疲れですけど、今は状態は結構いいですね。準決してどうですか？いや、俺もそうだね。まあ自粛の期間で自主トレで走ったりとかさ、まあグループトレーニングが始まって、チームの練習が始まって、まあ最初ね、走りのメニューもあったりとか、それなりに通常のさ、ほら、シーズンオフと違ってさ、動きたくても動くことのできない状態だったから、ね、まあその中でもやれる範囲のことはやってたつもりだったけど、やっぱりこうなんだろう、いくらフィジカルやってもやっぱサッカーの動きは違うというかさ。全然違いますよね。全然違うよね。こんな走ってきてたのにと思って、そう最初のなんかミニゲームっていうか、そのちっちゃいスモールゲームとかで、やばい、全然違う。ランニングがまあ多くなるじゃん、自主トレっていうかさ、そういう中でやっぱダッシュしたり、ストップしたり飛んだり、まあ、ターンしたりもそうだし、あと相手の動きに対しての対応、リアクションみたいなものが入ってくると全然強度が違う。もちろんその走ってるだけの時期間もきつかったんですけど、でそれでもきついと思ってたんですけど、疲労の残り方っていうか違うね。全然違うなと思って、シーズン最初始まって、その時にはあんまり感じてなかった練習してきつみたいなを思い出した感じです。練習した後の疲れこんなんやったなみたいな。確かにそうだね。こう毎日しっかりトレーニングしていくのはすごい大事だなって思わされたし、まあ、サッカーの、ね、やれる喜びとか楽しさみたいなのはもちろんある中で、まあ、そこは改めて感じて、状態的には2人とも、再開に向けていい感じなんですかね。そうだね、ちょっとずつ上がってきてる感じかな。まだまだね、上げていかなきゃいけないけど。そうですね、長かったようであっという間に再開するなって感じだし、多分始まったらもう一瞬で12月までいっちゃうんやろうなっていう。いやー、そうだね。目標設定がしづらかった環境の中で、やっぱ一つ6月27って決まってさ、でこの15日かに相手も発表されてさ、始まったら早いよ、もう。違い12月までに41試合だからね。あんな日程初めて見ますからね。いや、そうだよ、もう。活動休止期間中の過ごし方、どんな感じだった？僕はもう基本、家の周り走って、室内では体感系が多かったですね。自主トレもまだ、グラウンド使うっていうのもまだ無理な時は。そうだよね。あとはもうちょっと砂浜が近いっていう、ちょっと有利な点ですよね、徳島は。砂浜行ってトレーニングできるっていうのは、まあ、ちょっと気をつけながらっていうのはありましたけど、完全に休むって、特にこのいつ再開するかわからないから、シーズンオフって休んでも、次の期間がわかるから、ここまで休んで大丈夫かなみたいな自分の中であるじゃないですか。それがないから、もうとにかくやっぱ常に動いとかなあかんなみたいな感じで、まあほとんど休んではなかったですね、結局。クラブのさ、フィジカルコーチが用意してくれたメニューをやったり、まあそのズームでさトレーニングがあったりしたから、それやったりとかさ、あとはまあそれこそ YouTube でさトレーニング探してさ、それあの時に家事トレあったらよかったよ、本当。違いないですね。あの時に家事トレあったら家事トレやってたの毎日。だから結局あれなんですよ、その時にならな気づかへんっていうね。っとけよって。そうだよね。あの時にいろいろこう、なんかやれることあるかなみたいな、見つめ直す期間になったんで、まあ2人はこう F コネクトとかもやってるから、そっちでいろいろファンの方々との関わり方みたいなのを面でいろいろ考えて話し合ったりしてたじゃないですか。うん、そうだね。マイナスではなかったなと思いますけどね。ほんまにサッカー選手としてのなんか価値っていうか、そういうのを改めてプレー以外の部分のところとか。本当だよね。再確認できたし、SNS も盛んになり、自分たちがもともとね、大切にしてたようなこうなんか接点を増やすというかさ、応援してくれる人とかさ、ファンの人との接点を増やすっていうのが、まあ、みんなもやってたけどさ、まあやっぱあの期間は他の選手もそういうところに多分いろいろ気づいたりとかっていう意味でいろんな選手が始めましたけど、まあ、これはずっと継続してこれからもやらなきゃいけないと思いますし。そうだね、継続して、まあもちろんこれから再開してどうしてもさ、スポーツだから勝敗があるしさ、負けてしまう試合がもうあるわけだからさ、だけどまあ自分たちはそういう、まあ、勝っても負けてもじゃないけどさ、同じように自分たちの思いを伝えていったりとか、どう考えてるのかみたいなところをさ伝えていけるようなチャンネルにしていけたらなとはね、改めて。そうですね。なんか僕らこう12月中旬ぐらいからこう YouTube 始めて、なんていうんですかね、流れとか流行りに乗って始めたわけじゃなかったじゃないですか。そうだね。まあ一つはやっぱ F コネクトファンサポーターさんとの関わり方とかスタイルがみたいなところを含めて考えてたっていうのを話し合ってたんで、そういう面でやっぱ試合の、まあ、もちろんね、今純喜が言ったように難しくはなると思いますけど、まあ、勝った時は、まあ、もちろんそういうの発信しやすいですけど、負けた時とか引き分けた時とかどういうことを考えてるのかっていうのも状況によってはちゃんとこう伝えるのもありなのかなっていうふうには思うんですけど、いろんな切り口あると思うし、ね、だから継続してやっていきたいなって思いがあるからね。リモートマッチへの印象ということで、そうですね。まあね、無観客時代じゃなくてね、名前がリモートマッチに。無観客っていうと、何か罰的ながあった時の印象があるんで、まあいい名前ですよね、リモートマッチっていう。本当、誰もいないところで試合をするっていうのって、ほぼ、多分みんな、誰しもほぼ経験ないんじゃないだって、それこそさ、少年団とかだってさ、保護者が応援来てくれたりとかさ、声援送ってくれたりとか。それよりも少ないってことですからね。それもないわけじゃん。ほとんどの選手は初めての経験なんじゃないかなっていうのは。ちょっとこう、非公開の練習試合みたいな、雰囲気的にはそうじゃないですか。だからちょっと練習試合みたいな形に絶対ならないようにしなきゃいけないと思いますし、やっぱすごい大きい声援とかって力になるじゃないですか。そこがどういう影響するんかって自分たちもわからないですし、どれだけ自分たちがこう公式戦っていうちゃんとリアリティ持って、まあもちろんそれはやらなきゃいけないんですけど、でもより強く本当にやらないと、本当ちょっとでもふわっとした感じでやっちゃうのはプロの試合としてありえないんで。そうだね。やっぱこうね、サポーターの方たちの後押しがあってさ、自分たちの、まあ、モチベーションが上がったりとかさ、まあ、自分のちゃんとを聞いてさ、なんかこうもう一歩頑張ろうって思えたりとかさ、まあ、背中を押してくれたというか、くれる人たちがさ、その場にいないわけでさ、なおさらだから、まあ、再開してリモートマッチでまたね、こうスタジアムに人が入れるようになるまではさ、まあ、なんだ、いつも以上にそういう姿を見せられるようにしなきゃなとは思う。逆に多分声とかがちょっと入るのかなと思うので、まあ、そこでの戦ってる姿とかがちゃんと届ければ、逆にこう始まった時にやっぱ見に行きたいなって、この選手ちょっと見たいなって、思ってもらえるようなプレーをしなきゃいけないなと思うんで、まあなんか変に考えする必要はないと思いますけど。そうだね、まあ、選手たちはね、とりあえずやらなきゃいけないし、でもやっぱなんていうんですかね、最初のアップ行く前の応援とか、個人チャントとかってみたいなそうだよね、ちょっと気合いやっぱ入るしね、なるじゃないですか。あれがないのはちょっと寂しいですけどね、最初は。そうだね、まあ、この中でやっていくしかないよね、だからね、最初は。まあでも、そんなに長い期間、リモートマッチが続くわけじゃないんで、ここに皆さんがこうスタジアムに足を運ぶための、しゃがんでる段階として、しっかり選手が頑張るしかないですね。サポーターに向けて一言ということで。そうですね、いや、もう、ビビるぐらい待ってたと思うんですよね。こんなに待たされたことないじゃないですか。やっぱ結構インスタとかでも DM で早く応援行きたいですとか、プレーみたいですって言ってくれる方も多いですし、やっぱそうですね、もうそういう方々に本当にとにかく楽しんでもらいたいなっていう、週末だけじゃないですけど、やっぱああいう試合が、サッカーの試合が、応援するチームの試合がある喜びっていうのを感じてもらいたいなっていう。もう本当に、まあ、自分たちもやっぱそこはもちろん戦うことは当たり前ですけど、楽しむっていうことも自分たちが多分楽しくやってないと見てる方も絶対楽しくないんで、戦いながら楽しんでる姿をもう早く見せたいなっていう感じですね。やっぱ俺もさ、そのプレイしてる姿見たいとかさ、早く試合見たいですっていうコメントを他の SNS でもらったりするけどさ、なんだろう、週末に J リーグがある喜びとかさ、まあ、僕らで言うと、まあ、今ね、サッカーやれる楽しみ、喜びみたいなものを再確認できたっていう期間でもあったと思うし、まあ、余計そのね、まあ、試合はだいぶ多いけど、その分喜びを共有できたりとか、まあ、そういう時間がね、増える可能性もあるし、まあ、今までより短いスパンで喜びを分かっちゃう気がね、ぎゅっとね、はい、あるから、まあ、サポーターの人たちは応援したいというね、やっぱスタジアムで観戦したいっていう気持ちをずっと溜めててくれたと思うから、しっかり爆発させてもらって、選手とサポーターとね、クラブがこういい感じでさ、こう一つになって、はい、サッカー界と盛り上がりますからね、うん、盛り上がりがあるし、いいサッカー界になっていくんじゃないかなって思うんで、まあちょっともうちょっとね、リモートだけど、はい、待っていただいて、最初はちょっとね、画面で応援していただいて、ね、でその気持ちをスタジアムでまたぶつけてもらえるように、もうとにかく僕たちは走るだけです。まあ暑くなってきましたけどね。そうだ、次回、恋カジの部屋ということで、あれ誰か来てたんでしたっけ？ああ、そうよ。あの選手に来ていただいたんだよね。これ、名前を言っちゃっていいのかな、これ。ああ、初ですからね。そう、初めての恋カジの部屋。選手の、まあ、プレー以外のところさ、そうですね、趣味とかさ、はい、なんかこう、俺らがこう、なんだろう、得意なこと、好きなこと、まあ、そういうプレーとは違う側面を俺らがちょっとこう、はい、ピックアップしていって、でその選手の良さみたいなのをいろんな人に知ってもらおうっていう、うん、そういうのがまあ恋カジの部屋として、はい、趣味だったりね、ほんまにちょっと特化してますけどね、第1回からだいぶこう特化した感じの、はい、第1回は、西谷和樹選手に何話もらったんでしたっけ？まあ神社だよね。神社の素晴らしさ、良さ、ね、魅力、まあ、神社の魅力を、ね、ちょっと知ってる人もね、いたと思いますけど、神社に詳しかったりとか、いろんなとこ回ったりとか、和樹はしてたんで、ちょっと話をね、いろいろ面白かったですけどね。面白かった、本当に。そうなんや、あ、そんなんあるんやとか。見たい、早く。いや、そうっすよ。面白かったんでね。うん。ぜひ皆さんにも、その神社の良さと和樹のなんていうんですかね、ちょっと恥ずかしそうにしてる感じとか、ね、なんか純喜君は初対面だったんで、可愛いとか言っちゃっていいのか分かんないけど、なんかね、柔らかい感じだし、怒られますよ、ヤンキーやから。そうだね、ヤンキーで、可愛いとか言って怒られちゃうね。でも柔らかい感じ、話しやすかったけどね、すごい。まあなんせ和樹も印象のままただただいい人でしたって言ってたんで、そのままのいい人でした。確かにね、よかった。ぜひね、恋カジの部屋見ていただきたい。第1回のゲストはね、西谷選手です。本当に再開も決まって、今2人はとにかくそこに向かってしっかりトレーニングを積んでるんで、ぜひまずリモートマッチ楽しみにしていただけたらと思います。そしてスタジアムで皆さんの声援を爆発させていただけたらと思います。はい、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。